よし、それじゃとりあえず料理をね、お任せで。はい。悲しい。しかもまずい料理。よし、それじゃあまた。お、新しいとこができたね。じゃあこっちに進んでいこう。行くか。めっちゃゆったりした感じやけど。なになに？ずーっと同じ景色。もう飽きちゃった。そんな時はね、空を見上げるといいよ。なるほど、いいね。でもいつか飽きちゃいそう。空の方がずっと同じやと思うんやけど、違うん？大丈夫。飽きる前に首が痛くなるから。なるほど。え、そういうこと？え、そういうことなの？走るの辛いよ。え、しかしほら、サクサク行きたいから。サクサク、頑張ってこう。ミドピョンたち。さあみんな、バシバシやっつけてこう。いやもうそこはさ、二人で一匹じゃなくって、一人一匹ずつやっつけてこうよ。おし。大丈夫？全体攻撃。しかし、最初の一匹だけ。もう徐々にこうね、威力が。ここは私が。おお、かっこいいぞ。ピッコーちゃん、かっこいいぞ。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。まあ確かにそうやってね、身を挺してかばうぐらいやけんね。その相手が倒されたとなると許せないよね。お、新しい技、ビーム。ビーム。いいね。もうそれめっちゃ繰り出してこう。どの位置でも変わらんけん、威力が。それめちゃくちゃいい。ねえ、なんか、自分で、まあ、物理攻撃とかやったらね、めっちゃなんか、最後になるほど、なんか、尻すぼみになっていくけん。暗くなってきた。ね、一気に暗くなったね。そろそろ寝よう。みんな寝ちゃったら危ないです。誰か起きて見張っていないと。誰が見張る？ここはちょっとルーレット式で。はい。私かーい。起きてようかな。お、プーさん。何？やってきてくれたの？一人じゃ不安でしょ？優しい。二人は静かに見張りをする。いいね。こう、喧嘩中でもこうやってね、やってきて。ま、要は仲直りのきっかけが欲しかったってことやね。プーを許した。さあ、これで静かに夜が明けていくと。でもきっとあれやろ。気づいたら寝てましたみたいな。やがて夜が明けた。へえ、起きてる、すごい。でも静かにしとったらめっちゃ寝そうなんやけど、普通に。プーもありがとう。めっちゃ普通な感じで。足つりそう。なんか今は休んだばっかりやけどさ、もうそろそろやでつきそうじゃない？あっという間につきそうじゃない？どうなんそれ。いいぞ、いいぞ。だってさっき、もうすでにね、すでにメグちゃんとかは体力何も減ってなかったけん。回復もゼロやったし。ほら、速攻でついた。こういう時は宿屋なくてもいいぐらいな気がするけどね。ん？え、来た！あー、ちょっと待って、連れ去られた。ヘルプ。あー、なんてこと。久々のやん。あれ、みんな、またか。ほほほ。これで三度目かな。大魔王はすんめ、しつこいの。サラとの仲間たちは連れ去られた。この先にある大魔王の城にな。よし、行こう。ま、でも、もう仲間は、ね、増えんかったはずやけん。こう、メインの仲間たち。もう増えんかったはずやけん。もうちょっとってことか。アスムまで。あ、あれ？ほほほ、そうなのだ。今度は大魔王の呪いが効かなかったらしい。
おお、おそらく旅の中で育った神の力のおかげ、わしも誇らしいぞ。さあ大魔王の城は目前だ、行くがよいアイナよ。神の力って自分の力ってこと？ほうほうほう、私の中の神の力、そんなのあるの？あ、でも神の力の目覚めとかやけんあるってことか。よし、それじゃとりあえず料理をねお任せで。はい、悲しい、しかもまずい料理つら。さあそしてゲームコーナーでルーレット。もうほら服すらもないじゃとりあえず旅行券以外でお願いします。ペア旅行券はちょっとつらすぎるけんね、誰もおらんし。 HP バロの10本、いいぞいいぞ。これから先はね回復とか結構大事になってくるけんね。今までも大事やけど。はい、そしてお小遣いはいらない？あ、いる。あー足りない足りない、まさかの。じゃあもうこのまま行くよ行けばいいんでしょうよ。あー一人寂しい、超絶寂しい。はい、この先は、あ、もうね大魔王のところが近くなってきたよ。火山への道、どういう感じになってるんだあれは。なんか木なんかな、なんか遠くから見たらめっちゃでっかい波が来よるみたいな感じやんね飲み込まれそう。また一人になっちゃった。私一人で大魔王戦うの？無理無理、絶対無理。まずはさらわれたみんなを見つけよう。全員で協力して戦っていかんと、一人とか絶対無理やけん。ふんふん。え、めっちゃのんきなんやけど大丈夫？そんな鼻歌混じりで行くとこじゃないよね、大魔王とも。さあ、やってきたよ。いけるかなー。珍しくやる気。もうね、一人やけんね、やる気を出していくしかないよ。これでやる気なかったらね、もうお亡くなりになってしまうから。ほら、めっちゃのんきなんやけど。超鼻歌。どっちに住む？肉か魚か。私は魚派です。はい、魚の方に行きましょう。一人でも頑張る。頑張るしかないからね。諦めたらそこで終わり。これ肉か魚かっていうのはどう関係あるんやっけ？別にあれよね。魚系のモンスターが出てくる。あ、魚系の料理が、料理を落とすモンスターが出てくるとかそういう感じ？え、違うかな汗かいちゃったよ。まあ暑そうやしね、周りめっちゃ燃えてるし、そういうこともあるよ。なんかあっという間に着きそうな感じがするけど。お、開けます。開けないとかいう選択肢はないでしょ。お、特上ペンギンのおやつ、やった、激レア。あれは見た感じタイじゃないタイ美味しいよね。いいと思う、白身魚いいと思う。ああ、一人での起床。悲しい。非常に悲しい。俺らペンギンはお腹のモフモフしたとこにおやつを入れてるぜ。誰や、俺らペンギン。お腹のモフモフしたとこにおやつを入れてる？袋があるの？え？あれなの？もしかしてペンギンもなんかカンガルーみたいに袋があるやつなの？え、そういうことじゃないんかな。ハートのエプロンが欲しいです。私の中でハートのエプロンといえば、愛のエプロンなんやけど、みんなわかる？愛のエプロンっていう番組がね、昔あったの。私めっちゃ好きで見よったんやけど、芸能人が料理をする番組。さあ、お小遣い。足りんやん。チタンのフライパン。くっそ。お金がない、お金が。つらいとりあえずこのまま進んでいくしかないね。頑張ってこう。さあここでクイズマン来たよ。ちょっと待った、いつまでも遊び心を忘れない。ご存知ミスタークイズマン、君の記憶力を試してみよう。今日のクイズは覚えてパレードやります。それではレッツクイーズ、当然ながらやります。覚えてパレード。
通り過ぎる人々をしっかり覚えよう。覚えます。チャンスは1回。さあ行ってみよう。来いよ。うんうんうん。覚えられる自信が全くない。今5人おったよね。やんちゃな子供カオルくんはいた。よし一番先頭におった子やろ。お見事、おめでとう。ありがとう。君には参ったよ。これをあげちゃおう。 HC バナナを5本ゲット。なんかあれよね、一人になった途端にバナナめっちゃ大量にもらうんやけどなんか仲間たちがおった時には1本ずつしかくれんかったくせにさ、みんなどうなん。はい、それじゃあこっち行こうかね。びっくりマークの方に徐々に徐々に近づいていこう。行くか。なんでそんなにのんきなの？のんきすぎない？めっちゃ楽しそうやん。友達の家に遊びに行きよるみたいな感じやけど、まあ、確かにね、確かに大魔王アスムは家族ではあるけれど、しかし大魔王だよしっかりして。そんなお気軽な感じで行かないで。あれ、何しに来たんだっけ。ほら、もうすることまで忘れたあるあるやけどね。お、なんだなんだ。あ、なんか落ちてるよ。バナナは光りませんしかも今めっちゃあり余っとんよね、バナナが。もうそれ、お宝落ちてないかな。さっきのちょっとバナナやってけんね。残念やった。お宝ではない。さあ行くぜ、から焼き。いやもうここはね、なんか2匹以上おるときにはもうなんかこういっぺんにやっつけていただきたい一匹一匹やっつけていくのめんどくさすぎん。はあ、緊張した。今さらまだ緊張するもんかね。まあ一人やったらあれなんかな、なんか仲間同士おったら仲間がやっつけてくれるかもしれんけど、一人しかおらんけんね。自分の身は自分で守らねば。肩こり気になる。そんなものを気にしてる場合じゃないよ。命の方を気にしよう。命を、命大事にや。なんかこの明治ゴブリンはさ、みんなメガネかけてるような気がするんやけど、メガネはデフォなの？メガネがデフォルトのなんかちょっと色が違ったりとか、そういう感じなんかな。やめてよー、体力やばくない？ちょっと回復し、あー、よかったよかった。回復しなくて大丈夫なんかなって思った。ちょっと自分一人やったね。しかもこれ私勝手に行動させてるけん、自分の意思でやってないけどさ、ちょっとびっくりした。余裕じゃないよ全然全くもって余裕じゃないよ。よしよしよし。これ移動中とかは回復しおらんのかな、今更ながらめちゃくちゃ今更ながらやけど。はい、到着。何軒宿屋をはしごしても全く仲間がやってきてくれない、つらいはい、おはよう。そして何度目かの一人の朝、続けます。さあここで料理を。やったー、ケーキやったね、ごちそうさま。ケーキだけでお腹いっぱいか。まあそんなもん、パンと考えればそんなもんかな。はい、ゲームコーナーでルーレット。ハートのエプロンをください。さあ来い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 。この中にさ、なんかお金とかも欲しいよね。4択4択というか、その中にエペアリ貢献来た。お金に変わるよ。換金しよ換金。はい、一緒に行く相手がいないかな。しエペアリ貢献を金券ショップに売った。あ、これでもうあれじゃない、買えるよね。武器でも防具でも、まあ、どっちかしか買えんけど両方はちょっと難しいけど、
お、武器、チタンのフライパン。よし、買っておいで。あー、もう773ゴールドしかない。でも、パワーアップ大事やけんね、やっぱり。魔王のところに行くっていうのに弱っちいのじゃ、ダメだから。よし。これで、攻撃力もアップ。出発しますか。行きます。なんかあれ、めっちゃさ、フライパンっていうよりも、本に見えるよね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。